こんにちは、藤田です。今回は時間のある自粛連休にウェブサイトのデザイン変更をするのはいかがでしょうかというお話をしたいと思います。ウェブサイトのデザインを変えたいと思っていたけど時間がなくて躊躇していた方に、安全に移行作業をする方法をお伝えしたいと思います。これはですね、まだウェブサイトがスマホ対応でない方の場合も同じ方法でできます。自粛で外出できない連休の時間を無駄にせずに有効に使おう、せっかくの時間をクリエイティブな時間に使いたいとお考えの方にはですね、最高のチャンスかもしれません。今日の動画でお伝えする内容です。チャンスと思える人には最高のタイミング、デザインを簡単に変えるにはどうするか、スマホ対応サイトにするにはどうすればいいか、安全にウェブサイトのデザインを変える方法、スマホ対応サイトにする場合も全く同じ具体的な手順という順番でお伝えしていきたいと思います。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてありますので、このタイミングでチャンネル登録していただけると後で探しやすいかと思います。最初に私のことをご存じない方も多いと思いますので、簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田博史と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこれております。現在は顧問契約とオンラインオーダーをサービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい、チャンスと思える人には最高のタイミングということで、確かにですね、外出自粛のですね、ゴールデンウィークなんてですね、もう一緒に何かやるか分かんないですけど、本当こんな残念なことはないと思うんですよね。ただもう仕方がないと割り切ってですね、頭を切り替えてチャンスと思える人にはですね、ある意味最高のタイミングかもしれません。ウェブサイトのデザインの変更とかですね、スマホ対応サイトへの変更というのはですね、思い切りとまとまった時間がですね必要になると思うんですね。まあ、実際にはですね、思い切りもまとまった時間も必要ないんですけど、普通の人はですね、なかなかそういうふうには考えられないんですよね。ですからまとまった時間があって思い切れるこのタイミング、このゴールデンウィークはですね、最高のタイミングかもしれません。はい、デザインを簡単に変えるにはどうすればいいかということなんですけど、ワードプレスの場合はですね、 TCD っていうですねテーマファイルがあるんですね。こういうサイトなんですけど、ここにですね、いろいろ、センスのいい、テーマファイルがあります。だいたい有料でですね、1万5000円から2万円台ですかね。で、ここのテーマのいいところはですね、デザインがそこそこ良くてですね、トップページが、マーケティングを考慮してですね、作り込まれてるんですね。ですから、このデザイン、いわゆる TCD がですね、提案しているデザイン通りにコンテンツをですね、当てはめていけばですね、マーケティングを考慮したトップページがですね、自動的にできるということなんですよね。しかも、デザインもそこそこ良くなるっていうのがあります。でデザインそこそこと言いましたが、これは人によってはですね、これで十分と思う人もいると思いますし、私はですね、もうこれで十分じゃないかと思ってますし、私のお客さんにもこの TCD テーマは積極的にお勧めしてます。はい、スマホ対応にするにはどうすればいいかっていうことなんですけど、ワードプレスを使えばですね、スマホ対応テーマファイルっていうのを使うだけです。もうこれだけです。つまり今のあなたのウェブサイトをワードプレスを使って、テーマファイルをスマホ対応のものを選ぶっていうだけなんですよね。ちなみにですね、もう今はですね、スマホ対応でないテーマファイルがですね、ほとんど存在しないので、ワードプレスサイトにするだけで、スマホ対応になると思ってもらって、間違いじゃないです。で、どのテーマファイルを選べばいいかって話なんですけど、デザインとマーケティングを考慮する場合はですね、さっきご紹介した TCD テーマなんかおすすめですし、デザインはシンプルでいいとかですね、あるいは無料でやりたいっていう場合はですね、私は以前はビズベクトルっていうのを、ご紹介したんですけど、今開発中止になったので、後継のですね、ライトニングっていうテーマがあるんで、これがいいんじゃないかと思ってます。はい、ウェブサイトのデザインを変える方法ということで、これはですね、現行のウェブサイトを残した状態で、もう一つ変更後のサイト、いわゆるデザインを変えるサイトですね、を作ります。つまり、入れ替えが終わるまではですね、2つのウェブサイトがですね、存在しているっていう状態にするんですね。具体的にどうすればいいかというとですね、
現行サイトの下にフォルダを作って、そこにワードプレスをインストールします。例えば私のサイトですと、ssw2005.net っていうですねドメインなんですけど、ここの下にですね、FTP なんかを使ってですねフォルダを作るんですね。例えばニューサイトっていうフォルダを作るんですね。でそこにワードプレスをインストールして、もう一つサイトを作って、そこで新しいデザインで作るっていう感じですね。そうするとですね、こういう2つの、サイトができて、これ両方使える状態になって共存することになります。そして新しい、スラッシュニューサイトの内容で、現行の、ssw2005.net ですね、上書きするまでは2つ使える状態にしておいて、で2つ存在するので作業を急ぐ必要が全くなくてですね、終わるまでじっくり作業することができるということですね。そして作業のが確実に終わったらですね、最後にサクッと入れ替えると、上書きしちゃうということですね。はい、スマホ対応サイトにする場合も全く同じということで、今のウェブサイトがですね、スマホ対応サイトでない方の場合も理屈は全く一緒です。今と全く一緒ですね。スマホ対応サイトはですね、ワードプレスを使えばスマホ対応のテーマファイルだけ使えばいいってさっき申し上げましたけど、つまりですね、今のスマホ未対応の現行サイトと同じ内容をワードプレスサイトで作ればいいっていうことなんですね。そしてさっきと同じようにですね、2つのサイトが共存している状態で作業を続けて、作業が終わったらですね、サクッと入れ替えるということですね。はい、具体的な手順ということで、なんとなく分かったと思うんですけど、具体的にどうすればいいのかさっぱりわからないと思いますので、無料動画をご紹介します。本当に無料で見れますんで、ケチって中途半端な情報しか出していないとかそういうことは全くないんで、この動画を見てもらえばですね、今ご紹介したデザインを変える方法も、スマホ対応サイトを作ることもできます。デザインを変えるの方はですね、このサイトですね、これ私のオンライン講座なんですけど、無料で見れる講座があります。ワードプレスサイトのテーマ、過去デザインの変更を安全に行う方法というのを見てください。でスマホ対応サイトに変える場合はですね、こっちのですね、既存サイトをワードプレスサイトに移行する手順を見てください。登録はですね必要になりますけど、どちらも本当に無料で使えますし、後でお金が発生するなんてことないですし、内容も全く出し惜しみしておりませんので、ぜひ見てください。はい、今回は以上になります。今回の内容がですね、お役に立ったようでしたらですね、いいねをしていただけると非常に嬉しいです。このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得る方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめは、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については動画の説明欄にリンクを貼り付けてありますので、そちらからご覧いただければと思います。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。